先行め、サボリのことを家に連絡しやがって。あれ？今日って確か100円セールのお店ってなかったっけ？そうだそうだ、間違いない。止めてるの誰？だてめえんなろスタンドオラうるっとなってん場合じゃねえぞうれ待ってんならなすくってんじゃねえぞいい加減にしやがれ。もう泣いてるじゃねえかよ。サトシ君？そんかぐらうっけっと痛い目見せなっすんとか言ってみえしゃらすかったんぞあれあ、いや、その
もう泣いてるんだから、それくらいで勘弁してあげてもいいんじゃないかな、なんて。ああ、なことを命にされとんじゃおらか。うわあ、タマタマ、暴力は良くないぜ。いや、だからバイクが倒れたのはお気の毒と思いますよ。でもですね、どうか機嫌を直されてですね。どうしたら機嫌を直してくださるんですかね。あ、いや、そのもちろん私たちはお金なんか持ってないんですがね。おお、そうじゃの。金がなかったらなあ。金がのうならしゃあ、体で払ってもおかないっちゃな。こんな、よう見ると結構イケてるもんな。どうぜこの後。さ、一度カイコちゃんはべらせて待ちのべりたくてさ。素人ども、ホモサピエンスと動物の違いは何か。そう、衣服の着用だ。つまり人は肌以外の衣服の彩りがあって初めて人なのだ。つまり肌色を求めすぎる貴様らは人以下、動物と同じだ。貴様ら全員を強制する。歯を食いしばれ。ガスだよ。先ほどタイトミニを引き合いに出したな。例えば
ここに美少女と呼ぶにふさわしい女の子がいたとする。美少女と一言に言ってもその裾野は広すぎる。それについて貴様らに抗議することは、寿司山電車から入った外国人に侍の美学を一から説明するより困難この上極まりない。だからここでは最も普及していると思われる制服系で説明することとする。制服系の御三家といえば何か答えてみろ。そうだな、制服、体操服、スクール水着だろう。なおセーラーかブレザーかの好みの違いは制服にカテゴライズするものとする。もちろんブルマーかスパツかの違いも同様。スクミズも紺か白かの違いはあるぞ。カテゴリーは同じ扱いだ。どうだ、これだけでも甘美な響きがするであろう。ではお前ら3人がこれらのうちの1つずつが好みであったと仮定しよう。おい不良 A、 お前は制服だ。不良 B、 お前は体操服。そして不良 C はスクミズだ。頭に思い描け、時間は3秒。描けたか、妄想くらい自在にできろ。気合が足りん、やり直せ。ではお前らの望む美少女がここにいてその衣装を着ているぞ。あると思え、あると信じろ。気合を入れろ。返事はオスカ。さあ、イエスサーだ。バカ者、それでも軍人か。よし、描けたようだな。次に進むぞ。それらの萌え衣装と貴様らの馬鹿げた浴場に従いお色気ムンムンなタイトミニスカート姿を見比べてみろ。君団子でももらって逃がし前でも失せろ。 Get back here。 制服は日本の文化だ、芸術だ。和洋折衷はこの世界には存在しない。貴様ら聞いているのか、なんじゃこスルメどもが。歯を食いしばれ、今日は徹底的に至極。貴様らが真の萌え文化を理解できるまで今日は寝られないと思え。はい、指導指導指導。前原さん、みんな呼んできました。やばいぞ、つながれ。さすが前原さんですね。たった一人であんな怖そうな三人組を釘付けにしちゃうなんて。三人の一人鼻血出してましたね。前原さん、喧嘩も強いなんてすごいです。尊敬します。俺の固有結界もますます磨きがかかったようだな。今に監督の固有結界
メイドインヘブンに太刀打ちできるくらいに磨きをかけてやるぜ。そんなことはいいや。大丈夫かよ、ミオ。天下御免のミオンがどんな情け容赦のない必殺技で撃退してみせるかちょっと楽しみにして見てたんだぜ。あ、まあそのさすがに男が3人がかりじゃきつかったってことか。そんなわけないよな。まあそのなんだ半べそ書いてたのは見なかったことにするからさ。そのまあ元気出せよな。ありがとう、ケイちゃん。よかったらお礼にお茶でもおごるよ。すぐ近くにおじさんの店があるし、どう？おい、腕なんかにしがみつくなよ。あれ、こういうの嫌いですか？いや、その嫌いじゃないけど、その胸が当たって、その胸が当たってなんですって？お姉はケイちゃんのこと本当に気に入ってますね。ズバリケイちゃんの魅力を一言で示すと何です？そうだね、もしも一言でしか言っちゃいけないならやっぱり面白いとこかな。そうそう、この間の部活の時にさ、
うん、それでそれで、え、何、ん、何、どうしたの今シオン、何か言わなかった？でね、おじさんが今日は盛り上げてくれてありがとうって言って、売り物のお人形をみんなに一個ずつ配ったの、私以外の全員に。うん、お姉以外の全員にね。その、そりゃあ私も欲しかったけどさ、みんなの手前、私にもちょうだいとは言い出せなかったし。相変わらずお姉は自分の欲しいものを欲しいと言えない人ですね。それで？ケイちゃんの袋にはね、一番可愛いお人形が入ってて。そのお人形が一番欲しかったってわけ？別に何のお人形だってよかったんだよ。ケイちゃんは私だけもらってないって知ってたのに、私にくれなかった。私にくれなかった。ミオンには似合わないよなって言って、くれなかった。次に生まれてくるときは、男に生まれてこい。そう言われたんだよ。言われたんだよ。やり直したい。ケイちゃんに出会った最初の頃からやり直して、今度はちゃんと女の子だと思ってもらえるようにやり直したい。お姉、深刻すぎですって。お姉がやり直したいと思って、しかも向こうが何もトラブってない状態なら全然セーフじゃないですか。互いに傷つき合ってただれちゃうと、まあやり直しも面倒でしょうが。やり直せるかな。ケイちゃんの前で涙を流してないなら、そもそも何も手遅れじゃないんです。お姉がこの場で適当に涙して、明日から心を入れ替えていけば修正可能ですって。うん、そりゃケイちゃんのデリカシーのなさには呆れますけど、その結果は結局
今日までのお姉の積み重ねてきた結果なわけですから、今日からの生活を少しずつ改めてポイントを稼ぎ直せばいいだけのことです。生活を改めるってどうやって？お姉に可愛らしくしろって言うと、明日からフリフリの格好で登校しかねませんからね。変に構えないで普段通りに行きましょう。でも細かい部分でこれまでの違いを見せていく。そこがさりげないポイント。ああ、あと人形をもらったレナという子には釘を刺しておくこと。現在のケイちゃんの中ではお姉よりもレナの方が高ポイントの可能性が高いです。うん、確かにレナは女の子っぽいしな、可愛いし海外しいし。ライバルがいるならうかうかできませんよね。涙は男を引き寄せる力がありますけど、つなぎ止めておく力はありません。普段は笑っててポイントで泣く。萌えの典型パターンの一つかもです。私もケイちゃんに実践してみるかな。え、あ、ダメだよ、ダメ。お姉が気に入る男の子ですからね。私が気に入らない道理はありませんから。さーて、ケイちゃんをどう引き込んでみせようかな。なんならお姉、どっちがケイちゃんの気を引けるか競争しましょうか。やだやだ、もう絶対やだ。シオン、ひなみざわに来たら追い返す。
まったく、ケイチさんのドスケベぶりには呆れましたよ。男の子なら仕方がないのですよ。みーちゃんもしーちゃんもケイチくん困ってるよ。ふぅですってよ、おねえ。大岡越前じゃあるまいし、このままケイちゃんが引きちぎれるまで引っ張りっこします。引っ張りっこなんかしてないよ。シオンが引っ張らなければ済むことでしょ。シオンは沖の宮に帰れ。はい、了解。そうしますね。パッと。じゃあケイちゃん、これ以上からかうとお姉に噛みつかれかねないので、今日はこれで帰りますね。あ、シオン、そのさ、今日はありがとな。ああ、あんなのお安い御用です。あの程度で恩が着せられるならいくらでもってくらいに。じゃあまたな、シオン。すみませんね、今日は失礼します。またね、お姉。二度と来るなー。レナは紹介、サトコはトラップ、リカちゃんは塩巻いて。サトシ、サトシ、うん、ああ。
そんなこと言わないでよ。一緒がいい、一緒がいいよ。サトシ君といつまでも一緒がいい。サトシ君、サトシ君、サトシ君。
シオンさんはどうなさいますか。今夜の綿流しのお祭りは。うん、行って適当に遊ぶつもりです。お姉とその愉快な仲間たちでもからかうかな。何で雛見沢に行きますか。車で行くならお送りしますよ。スクーターで行くからいいや。それはいけません。帰りに本家に寄られて親類の宴会に加わられるんでしょ。居眠り運転などさせられません。じゃ、お世話になりますかね。わかりました。では夕方に出発しましょう。そのくらいの頃にお迎えに参ります。綿流しか。サトシ君がいなくなっちゃってからもうすぐ1年になるんだね。ムーでしょ。いらっしゃい。はいよ、網とお椀。よし、やるぞ。うん、金魚はみんな生きがいいね。実に美味しそう。この小さいのなんか、そのままボリボリと生でいけちゃうよね。ミオンさんは、何を言ってるんでございますの。みーちゃん、食べてたの。去年、レナからもらったのも食べちゃったの。違う、私そんなこと言ってない。いや、でも今、ミオン、お前自分で言ったぞ。実に美味しそうだって。確かに言いました。お姉って雑食ですから、口に入れば何でも食べちゃうんです。おいしいなら今度僕も試してみるのです。ダメだよリカちゃん、お腹壊しちゃうよ。ちょっと待て。おいこら、お前いつの間にいるんだよ。シオン、ケイちゃんにお姉にみんな、こんばんは。あんた、どこから湧いてきたの。ジオ、焼きそば屋さんの時からずっとです。お姉たちは騒がしいからすぐに見つけられました。もう、あんたは関係ないでしょ。早くどっか行きなさいよ。もう、お姉もあまり私を邪険にしないでくださいね。ケイちゃん、私が一緒でもいいですよね。
楽しんでるみたいね。こんばんは、シオンちゃん。月の綺麗な晩ね。あれ、すごいお久しぶりですね、高野さん。それから、そうだね、挨拶をするのはこれが初めてだね。僕は富武。ミオンちゃんの双子の妹さんだって話は聞いてるよ。よろしくです、富武さん。凄腕のカメラマンとのお噂だとか。ぜひ今度私も映してくださいね。デビューを夢見て投稿を繰り返す素人だけどね。そんなことないわよ、次郎さんは上手よ、いろいろとね。いやいや、まだまだ勉強が足りないよ。才能に恵まれない分を努力で補わないとね。高野さんと富武さん、仲がよろしいようで。私はお邪魔ですかね。あらあら、ご検察痛み入るけど、お気遣いは結構よ。それに高野なんて、なんだか他人行儀みたいな呼び方ね。昔みたいにミオって呼んでくれていいのに。やっぱり目上の人にファーストネーム呼びつけはちょっと気になるものでして。まあその気にしないでください。あれから図書館には来ないのね。研究の同志としてもっともっといろいろお話ししたかったのに。まあ気が向いたらそのうちってことで。研究の同志って、まさかシオンちゃんも興味があるのかい？そのこの村の昔話とかに。いよいよ始まりますね。そろそろ私も行くかな。高野さんたちも見に行くんですよね、リカちゃまの儀式。ん？うん。実はね、これから西宮殿の中に入ってみようと思うの。え？
でも確かものすごい厳重な鍵がかかってたと思いましたよ。去年まではね。前の缶抜きじゃ重すぎて大変だとリカちゃんが言ったらしいの。それで今年からものすごく安っぽい南京錠に変わったの。知ってた？いえ知りません。でも安っぽいと言ったって錠前がかかってますよ。次郎さんね、とても器用なの。え、じゃ、開けられるんですか？綿流しの儀式が始まれば全員が儀式に集まるでしょ。西宮殿の周りには人影は全くなくなる。今夜が一番の刺客なの。東大元暮らしとでも言うのかしらね。よかったら後でこっそりいらっしゃいな。二度とないチャンスよ。じゃあよかったら後でね。高野さん、何の内緒話だい？女同士の内緒話よ。行きましょ。暗くて人気のないところへ合いびきに。うん。サトシ君、どうしよう。
何考えてんだ私。どうしたんだよシオン。それより奉納演舞がよく見えるとこってまだ遠いのか。え、奉納演舞がよく見えるなんて誰が言いました。真っ暗だね。みんな転ばないように気をつけるんだよ。ご心配ありがとう。じゃあ門番をよろしくね。ここ閉めるわよ。やれやれ。じゃあみんなゆっくり楽しんでおいで。大丈夫よ。予備電池も入ってるアウトドア仕様なんだから、消えたりなんかしないわよ。よいしょっと。あれが雛見沢の守り神、お社様よ。
サトシ君。聞いてる？どうしたの、サトシ君。何か怒ってるの？
どうしたよ、シオン。ひょっとして怖くなった？お化け屋敷で女の子がしがみついてくるのはデフォじゃないですか。まんざらでもないくせに。ほらほら、行きましょう。高野さんに置いてかれます。シオン、大丈夫か？はい、全然平気ですよ。それよりケイちゃんこそ顔面蒼白でかなりヤバげかと。ならあまり俺の服を引っ張りすぎないでくれると嬉しいんだけどな。あ、こりゃ失礼です。あらあら、私はお邪魔かしら？で、高野さんはその風習が実は現代にも残っているんじゃないかと思って研究をしてるんです。そうでしたよね。これ本当に内緒なんだからね。シオンちゃんは理解のある人だから話したけど、他の村人には聞かれたくないの。下手をしたら罰当たり者ってことで袋叩きにされかねないんだから。前原くんも内緒にしてね。知られたら私、お社様のたたりに会うか、生贄にされちゃうかするかもしれない。たたりなら、今年はどんな死に方をさせられちゃうのかしら。生贄なら、鬼ヶ淵の沼に生きたまま沈められちゃうのかしら。そういえば今夜よね。お社様のたたりがある夜は、これは実際にあったお話よ。明治の終わり頃にね、
鬼ヶ淵村で身元不明の惨殺死体が発見されたんですって。かくも無残かつ残虐非道を。驚かせちゃったかな。あら、次郎さんも見たくて我慢できなくなったかしら。ここ素敵な拷問道具の宝庫よ。僕は遠慮させてもらうよ。生来ね、こういうのは苦手なんだ。それより演舞とセレモニーが終わって、みんな沢の方に降りていったよ。あと何分もしないうちにお祭りは終わっちゃう。うん、ケイチ君も出るかい。もう十分に見ましたので。シオン、もういいだろ、出ようぜ。綺麗な空気が吸いたいよ。同感です。出ましょう。